ことぶきさん、ことぶきさん、チーン、戦うんかい。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで早速夢見の館へ。いらっしゃいませ、ラクゼーションサロン夢見の館へようこそ。お越しくださいました。ということで今回はアイスランドをテーマにした尻尾村に行ってみたいと思います。心地よい夢をご希望かしら。一眠り500ベルでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢をお取り寄せるためにインターネットにお届けしますわね。ということで尻尾村に出発。に到着。え、めっちゃ可愛いんやけど。え、早速めっちゃ可愛いんやけど。夢の世界へようこそ。あなたは今、尻尾という村の夢を見てらっしゃるんだよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都の尻尾の世界をご堪能遊ばせ。Welcome and thank you for coming。ね、見て見て見て。なんか穴からウサギが顔出しとる。めっちゃ可愛いんやけど。で、こっちは、なんか2匹のウサギが一緒に餌を食べよる。超かわいい。ほら、こっちにも。え、めっちゃかわいい。なんかその、この村を作った村長さん、ワンコさんが、アイスランド、行ってみたい国のアイスランドをテーマにこの村を作ったらしいんやけど、私自身はアイスランドとか全然詳しくなくって、あれなんかな、ウサギで有名なんかな。アイスランド。アイスランドってあれよね、ヨーロッパにある国よね。あ、待って。一軒目の家を通り過ぎるところだった。なんかこの地面の感じもすごいいいね。綺麗。ん？ちょっと待って、一軒目の家どこだ？こっちか。ん？これはもしかして。あ、こっちを降りていく感じね。あ、どうも。あんちゃん。春、夏、秋、冬、どれが好き？私は、秋かな。秋かな。あー、でも春もいいな。春か秋。暑くなく寒くない時がいい。いけん、要は、冬寄りの春か、でもな、冬寄りの秋ってちょっと寒いよね。冬寄りの夏？ん？違う。冬寄りの春か、夏寄りの、違う。中間の秋。てか見て、これめっちゃ、これ金のバラよね。え、お金持ち？お金持ちなの、あんちゃん。じゃ、お邪魔します。おー、なんかすごいシンプルな感じ。このなんかね、床の木目がいいよね。すごい綺麗。お店？なんかな？あ、お店か。なんかほら、レジあるし。何屋さんここ。看板は一応花の絵だった。見て、被り物もウサギ。やっぱりウサギが有名ということか。これは何の絵？ふむ、わからねえ。わからなかった。自然の絵かな？なんかアイスランドはすごい、自然、大自然が広がっとるっていうイメージがある。喫茶店かな？なんかこう、ここで演奏をしてもらって、それを聞きつつ、お茶するみたいな感じ。おしゃれ。はい、それじゃあ左の部屋へ。お、左側は、ここ多分あんちゃんの寝室やね。あ、なんか花束もらっとるやん。あ、もしかしたら、あのピアノのところであんちゃんが演奏するとか。で、ちょっとお客さんから、花束をもらったのね、きっと。で、まあ、ベッド。ここで寝ると。いいね。足元これがなくても十分足りそうな感じやけど。これピアノのとこの石よね。はい、そして奥の部屋へ。え、奥急にめっちゃ和風だった。え、奥急にめっちゃ和風だった。びっくりしたんだけど、セミ鳴いてる。
めっちゃセミ鳴いてる。日本の夏だわ。なるほど。ブルーハワイや、ブルーハワイ。昔から謎なんやけど、ブルーハワイって何味なんやろうね。よくわからんけど、でも一応かき氷のシロップでまずいと思う味は一回もなかったな。そしてこういうね、なんか、あの昔のベッド？めっちゃ寝心地悪そうじゃない？なんか超硬そう。枕もやけど。はい、そして、右の部屋へ。あ！右側はなんかめっちゃ秋だ、秋。あれ？もしかして、春夏秋冬どれが好きって言ったよね？え、春夏秋冬をイメージされとったりとかする？さっき夏やったよね。で、これ秋。あれ？春と冬は？あ、他にあるってことかな？他の部屋に。めっちゃ可愛い。超可愛い。この秋の雰囲気すごい好きやな。紅葉いいよね。でも私ここ数年ぐらい、もみじを見ていないような気が。イチョウの葉っぱが落ちてるのは見かけるんやけどね。え、右側が秋やろ？で、まっすぐ行ったところが夏やったやん。あれ？で、あと二部屋。あれ？左側何の部屋やったん？春かな？はい、上の階へ。あ、だね。左の部屋春やったんか。やけんなんかちょっとピンクの花とかいろいろ置いてあったっていうことなんかな。なるほど、なるほど。そういうことか。花柄が多かったのはそういうことか。で、ここは冬の部屋。なるほど。気づくの遅。気づくの遅。なるほど、3部屋目で気づいたわ。3部屋回ってやっとあれってなったわ。ここは冬。冬はなんか空気が澄んでるイメージがある。そしてすごいロマンチックな感じがするよね。よきよき。なんかこう神秘的というか幻想的というか、そんな感じ。はい、それじゃあ、お邪魔しました。なるほど、なるほど。ちゃんと、あんちゃんのセリフにヒントが。春、夏、秋、冬、どれが好き？え、でも、どうなんやろうな。なんか夏だけ日本っぽかったね。なんか、部屋的には、どれが一番良かったかな？私は秋が良かった。秋のあの、色鮮やかな感じ、めっちゃ好き。お、これは、レンタルバイスクール。レンタルサイクル。なるほど。レンタル自転車屋さんや。あ、見て見て。あ、この辺の感じめっちゃいい。見て、下に鳥が。ちょ、上向く。下に鳥がって言いながら上を向く。あれはなんか、パフィン。パフィンっていう鳥らしくって、アイスランドで一番人気のある鳥らしいです。なんかペンギンっぽく見えるけど、ペンギンではないと。そう、らしいです。かわいいね、パフィン。名前もかわいい。住人さんは家の中かな。はい、2軒目の家、お邪魔します。お、いいね、いいね、いいね、レンタルサイクル屋さん。あ、これはなんか、待ち時間にゲームをするっていう感じなんかな。どうも。自転車でどこ行く？どこ行こうか。橋とか渡っていこうかな。しまなみ海道。めっちゃ日本やけど。ほら、やっぱり自転車といえば愛媛じゃないですか。全国的にどうかはわからんけど、前ツイッターで言ったけど、愛媛は自転車に力を入れてるから。てか、なんかなんやろ。このレンタルサイクル屋さん、なんか入ってきた途端にめちゃくちゃ昔のポケモンを思い浮かべてしまったんだけど。レンタルサイクル。はい、左の部屋は。あ、これアイスランドの街並みってことかな？めっちゃ可愛い。あ、てかすごいね。この何？あれ、一番奥にあるのってさ、え、あれ何？スゴロクのやつよね、多分。わー、なんかいろんなので、こんな風になんか街並み再現できるんやね。やばー。あ、確かになんかヨーロッパの方ってこういうなんか風車がいっぱいあるっていうのはすごいイメージある。ハイジとかでもこんな感じの景色じゃない？え、よきやね、こういうの。あ、ここはあれか。レンタルサイクル屋さんのキッズスペース的な感じ？
いいやん、いいやん。ここでなんかね、子供たちが滑り台で遊んだり、野球したり、まあ、ちょっと昼休憩したり、いいね。こう、街並みを眺めながら。はい、そして奥の部屋へ。広大な大自然が広がっとるのって、ミオってなんかすごい爽快よね。あ、奥はトウモロコシ畑。あ、なになに？ここで座って弾く感じ？めっちゃおしゃれやん。いいやん、超おしゃれやん。そしてカッペイさんの歌が流れている。へぇ、トウモロコシとかもあれかな？なんか、頻繁に栽培されてる感じなんかな？どうなんやろ。でも、トウモロコシとかってあれか、外国とかやったらそれが主食のところとかもあるんやっけ？お米の代わりみたいな。でもなんかそういうのって南米とかのイメージがある。違うんかな？はい、そして2階へ。お！なんか怪しげな音楽。ちょっとびっくり。怪しげな音楽が響いていらっしゃる。ここはなんかすごくあれやね。西部という感じがするけれど。で、やっぱりなんかこう、すべての部屋、どこに行っても、こう自転車があるっていうのが、自分がなんか自転車で移動してきた感があるよね。このレンタルサイクルで借りて、なんかいろんな街をこう、点々と行き寄るみたいな。自転車の旅や自転車の旅。かわいい！めっちゃかわいいんやけど！いいね。何この幻想的な感じ。超綺麗。めっちゃ綺麗。この場所に最終的にたどり着いたのね、私は。素晴らしくないなんか。超幻想的な風景に。いいね、なんか、こう、何？恋人とかとこういうところに。まあ、なんか私は一人で来たっぽいけど、自転車。一人旅最終の地点がこういうのなんかいい。はい、それじゃあお邪魔しました。さあ、それじゃあ、4軒目の家へ行ってみましょう。おぉ、びっくりした、セイキさん。4軒目の家は？あ、びっくりした。あれは？アンソニーやったっけ？確か。あ、ここ、あ、テントや、テント。キャンプ？どうも。世界一周一人旅。おー、マジか。それは？自転車で？それは違うの？はぁ、シンプル。めっちゃシンプルやん。あ、でもゲームは持ち歩くんやね。電気はどうやってるの？自家発電か何か？世界一周一人旅とか絶対なんか寂しくなりそう。無理なんやけど、私、バックパッカー。せめて二人旅ぐらいにしてほしい。でも旅とかずっと一緒にしよったらなんかあれかな。やっぱ喧嘩したりとかするんかな。ね、ずっと一緒におったらなんか、やっぱりいざこざもありそうやし、一人の方が気楽なんかな。あ、なんかこういう小道いいね。あ、小道抜けたところにウサギがひょこっと。はい、そして最後4軒目。あ、どうも。あ、ワンコさん、村長さんやね。アイスランドに行ってみたい。ここで希望が。お邪魔します。あ、かわいい！ワンコさんっていうだけあって、めちゃくちゃワンコがいっぱいいる。何？なんか、あれ？気のせい？なんかめっちゃ、あ、そっか、いろんな音楽が流れると思ったけど、ここからの音楽とテレビの音ってことかな。ワンコが出迎えてくれよるよ。かわいいね。これもまた風景かな？なんか秋の小道的な感じ？風景画がいっぱい飾ってあるんかな？はい、それじゃあ、左の部屋へ。あ、左側は和風だ。いや、なんか、和風だけなんかな？なんかちょっとこの床の感じ、この床は畳なの？
なんか、すごいおしゃれじゃない？めっちゃおしゃれじゃない？なんか、和風なんやけど、なんていうん？和風モダンって感じ？めっちゃ好きなんやけど、なんか、ただの和風よりすごい好きかもしれない。そしてこのね、なんか、座布団も、和風というか、めっちゃ千鳥格子なんだけど。なんか超おしゃれなんやけど。ことぶきさん、ことぶきさん、チーン、戦うんかい。ことぶきさん召されてしまったのね。残念すぎる。何見つめてるの？もしかしてことぶきさんが好きだった花とかそういう。これ何が飾られてあるん？ちょっとよくわからんけど、なんかお守りみたいな感じかな。なんか日が差しとって半分ぐらい消えとる。はい、そして、あ、この感じいいね。なんか、このコーナーになっとる感じすごい好きなんやけど。椅子。はい、それじゃあ奥の部屋へ。奥は庭やね。これはもしかして、2匹のワンちゃんたちがこのバスケットボールで遊びよんかな。かわいい。ちょっとこっちの子疲れとるけど。どこに行ってもワンコちゃんたちがひっついてくるんやね。かわいいわ。そして、ワンコたちが遊びよる様子をここで、まあ、ワンコさんは本を読んで、コーヒーを飲みながら眺めると。優雅だ。ほい、そして、右側の部屋へ。お、右側は、リビングや。リビング。あ、ちゃんと餌もらってるね。これは何の餌？ちょっとよくわからんけど。あ、なんか壁がかわいい。ね、めっちゃかわいい。ほら、おしゃれやね。外が見えとる感じなんかな、緑。いいやん。そして、ケーキを食べながらコーヒーをすすると。あ、台所もなんかめっちゃ広々としてるし、綺麗に整理されていて。これ晩ご飯かな？晩かどうかはわからんけど。これ何？この赤いやつ。あ、これあれか。あ、なるほどね。マックとかのゴミ箱のやつや。なるほど。あ、これ横からも使えるんやね。へぇー。初めて知った。はい、そして、2階へ。あ、このベッドの模様かわいい。これセーターのやつじゃない？模様。ねえ。え、かわいい、めっちゃ。ここは自室ってことかな？ここで、まあ、パソコン、インターネット、ネットサーフィンとかしながら、絵を描くのも趣味なんかな？そして ATM。自宅から引き出せてしまう。あの、ATM 型貯金箱みたいなのあるやん。まあ、こんなでかくないけど、あれちょっとなんかかわいいなって思うよね。実際になんかカードとかシュッて通して開くやつ。そして、あ、ここはあれか、ウォークインクローゼットってことかな。いいね。お金持ちだわ。なんかウォークインクローゼットってめっちゃオシャレじゃない？芸能人とかの家によくあるやん。テレビとかで紹介されよるやつ。はい、そして、地下へ。あ、地下はお風呂場と、まあ、トイレやね。洗面関係。え、めっちゃ優雅やん。お風呂に入りながらフルーツを食べるですって。なんてこと。あ、シャワーはシャワーでこっちなんやね。なるほど、別になっとんやん。おしゃれー。めっちゃおしゃれー。なんかこういうね、像から出うる水っていうのは、あれから循環しようかな。循環して、同じお湯がこう流れてきようんやろうか。噴水とかやったらそうやけどね、家の、お風呂とかとなるとどうなんだろうかと。ここでお化粧とかして出かけるんかな？お風呂入って出てきてすぐにこう表面の前でお化粧。そして出発みたいな。はい、お邪魔しました。
この地面の、あ、ここはちょっとあれなんかな、ちょっと上がっとるっていう感じになったのかな。ここが地面で、ちょっとこう上に上がって、こういう、板の上に家が建ってます的な。あ、そういう感じか。なるほど。おしゃれ。すごくおしゃれ。ほい、それじゃあ、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。あー、びっくりした。広場に入れんと思った。今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか、至るところに、ウサギがいっぱいおって、で、まあ、自然も、家の中でもね、自然すごい満喫できたし、めっちゃ綺麗な、可愛い村やった。